東海道新幹線に新駅構想があります。東海道新幹線は東京駅から新大阪駅までを結び、途中品川駅や新横浜駅などに停車します。東海道新幹線には、倉見駅への新駅計画があるほか、武蔵小杉駅への停車が考えられます。武蔵小杉駅は、東急線、南部線、横須賀線、湘南新宿ライン、 相鉄線直通列車などが停車します。品川駅から新横浜駅までは約2 2トル離れています。品川から武蔵小杉間は約1 0トルと中間に位置しています。東京から品川間が6 8トルです。駅間距離は十分にありますが、実現する可能性は少ないです。横須賀線の武蔵小杉駅と南部線。 東急線の武蔵小杉駅は少し離れていて駅構内で移動すると約10分ほどかかります。また、高価であるため駅を設置するとなると大幅な工事が必要となります。武蔵小杉駅に新幹線が停車することは考えにくいでしょう。これで8月3日の KAB ムービーズを終わります。